こんにちは、ゆりかです。はい、今日はね、セルフで髪の毛をね、染めてみようと思います。もうね、全然ね、家から出れてなくて、見えるかな？多分ね、メイク動画とかでもゆりかさんちょっとプリンって思った方いるかもしれないんですけど、1、2センチぐらい伸びてきちゃったので、染めていきたいと思います。使うのは、私、韓国でね、一回使ったことがある、このね、ミジャンセン。まあ、ミジャンセンね、本当にだってヘアオイルとかも最高だから、文句ないと思って、ミジャンセンの、これを9点でポンってして、届くまで2週間ぐらいかかりました。早速ね、やっていきましょう。まず私、このね、7P っていう、パルガンモリ選びました。中身は、このね、染める、ミザイって書いてある本体と、泡で出るので、ポンポンのやつと、これが1剤、さっきのカップに混ぜるやつ。もう1個3剤、全部で3つ混ざります。と、最後にしてねのトリートメント、ミジャンセンの、この中に説明書と手袋と、こういう首に巻くケープみたいなの。手袋まであるは本当にありがたい。ケープをギュッと結びました。うん、最初に速攻混ぜてって。3剤、これも混ぜます。1、2、3が一緒になったので、しっかり閉じて、先に手袋します。で、振ります。20回ぐらい。よし。で、ここのね、やつ外して、私なんか、ここまでは多分5、6回ブリーチしたことある。4、3、2、で、ここが自然な髪の毛みたいな感じで、多分ね、ムラがめっちゃできそうなんで怖いんですよね。少しずつ、端っこから、塗っていきたいと思います。すごい姿。下から上に向かってやっていこうかなと思います。こんな感じで泡。香りもね、なんか、めっちゃ草とかそんな全くなくって、普通にめっちゃいい匂いとかでもないけど、もう草とかは全くないです。今結構髪の毛自分でセルフでしようかなとか、もうしましたって人やっぱ多いのかな。結構こうやって揉み込んでます。はい、よいしょ。半分終わったので、もう半分もやっていきます。私結構ね、ブリーチとかもなんか頭皮がね、痛くなっちゃう方なんですけど、今ね、全然、多分頭皮ね、自分でやってるし、この染めるね、液が、泡が、頭皮に余裕で多分当たってると思うんですけど、全然ね、痛いとかね、痒いとかも今全くないです。この時間のかかり具合というか私のね多分頭の分け具合で分かったかもしれないんですけど、結構吉森のね動画とかでこう髪の毛の量少なくて羨ましいなっておっしゃっていただけて、なんかいいなってお言葉いっぱいいただいたんですけど、髪自体はね結構細いんですけど、多分量にするとね結構髪の毛の量があるんですよ。だから今本当にね足りるか心配。しーちゃんラップください。でなんかまだね一応泡が意外とねめっちゃまだ余ってるので、揉み込みます。よし、いいでしょうか、ラップを。これでね20分から30分置いていきます。洗ってきました。こんな感じ。ドライヤーしてきます。はい、ドライヤーをしてきました。こんな感じでね結構満足なぐらい染まってます。根元は完璧にブリーチしてないので毛先にね比べて色が入りづらいと思うんですけど、結構ね入ったなって思います。どうでしょうか。髪の毛もめっちゃバサバサとかでもないです。これね9点で多分ね二ジャンセンとかなんて調べてる、私友達がね送ってきてくれたので概要欄に一応9点のページ載せとこうかな。私はこれはね 7P のサラハローズピンクっていうねカラーで染めました。値段もなんか1プラス1で選べるようになってて、韓国オリーブヤングで買ったら定価が1個普通1400円の1プラス1とかになってたりするけど、同じぐらいのね値段だったかなって感じがあります。ぜひね、これおすすめです。パサパサじゃないしね、本当に良かったです。では今日も最後までご視聴くださりありがとうございました。この動画が良かったら高評価とチャンネル登録ぜひお願いします。クランターメバヨアンニョン。